ポジキン TV のね、ポジキンです。1週間くらい前に、10日くらい前かに、僕のツイッターとか YouTube の、 コミュニティっていう、なんか僕のチャンネルの機能、なんか つぶやく機能みたいなのあるじゃん、 YouTube に最近できた。あれでね、見た方は分かると思うんですけど、まあ、ネタで、欲しいものリスト、クリスマスだからね、この迷える子羊ね、ステちゃんにもね、クリスマスプレゼント送ってくれる方お願いしますって、ネタでね、欲しいものリスト、 Amazon 欲しいものリストっていう機能を使って、ね、公開したら、まさかね、ちょ1週間足らずくらいでね、結構な量が本当に家に届いてしまいまして、欲しいものリストって分かるから、分かる前提で話すけど、まあ、視聴者の方が、まあ、なんか Amazon からね、 Amazon で注文して僕の家にね、いろんなものを送ってくれたんですよ、うん、で想像以上にちょっと俺もオワコンだから、どうせ誰も来ないだろうと、誰も注文しないだろうと思って公開したものの想像以上に来ちゃったんで、本当はね、これ今、12月24日の昼に今撮ってるんだけど、本当は25日にクリスマス当日って、まあ25日じゃん、だから明日公開しようと、公開って撮ろうと思ったんだけど、想像以上に来ちゃったんで、ちょっともう撮ろうかなと思って、うん、で25日もしかしたらね、粋なね視聴者の方はね、25日とクリスマス当日にプレゼントが来るように手配してくれてるかもしれないですけど、その25日もし明日もし届いたら、それはあれにします、お年玉企画みたいな感じでね、今度はステちゃんにね、お年玉を送ろうっていうね、そういう企画でね、来年の、三が日、正月明け、1月1日から2日、3日、まあ、早くもうめ結構来るんだったら大晦日、まあ、来ないと思うけど、また次回に回しますね。ちょっともう来すぎたんで、今日僕へのね、クリスマスプレゼント、開封してようかなと思います。うん、本当ね、びっくりしては、毎日のようにね、ピンポンピンポン、まさにね、ジングルベル鈴が鳴るでね、毎日のように家の鈴が鳴ってね、毎日これなんか来るのよ、段ボールが、うん、ちなみにこれね、なかなかと申し訳ないけど、まあ、ちょっとキッズの子たち聞いてね、これ俺一切自分で頼んでないからね、お前絶対これ自分で頼んで、で自作自演で紹介してるんじゃないかって思ったね、キッズの子いるかもしれない、本当に頼んでないから。というかなんかね、一つ一つのね荷物、まあ、書いてないのもあるんだけど、なんか送り主の名前みたいなの書いてあって、ペンネームとか、まあ、本名の人もいいんだけど、だからまあ送った人にはちゃんと届いたんだなって分かるようになってる、名前読めそうなやつは読んでっから、まあ、本名っぽいのは読まないけど、ということで、まあね、ちょっとごたごたすいませんね。そう、じゃあちょっと開けてっか、どれから開けようかって話なんですけど、ちょっと俺選んでいい、これから言っていい、これね、一番でかい箱なんだけど、なんでかっていうと、この箱だけなんかちょっとおかしいのよ、うん、何がおかしいかって、他の箱って全部このアマゾンのマークが書いてあるのよ、多分アマゾンが出荷してるとか、アマゾンが販売してる商品なんだけど、これだけね、ちょっと早速いくよ、これだけね、なんかアマゾンマークがないんですよ、これなんか謎なんだよ、うん、でしかもクソでかいじゃんこれ、俺の体よりでかい、クソでかいのになんかクソ軽いのよこの箱、だから何これと思って、うん、で欲しいものリストって、なんかね、まあ俺が簡単に言うと、俺が欲しいアマゾンの商品の中でこれ欲しいなってものをポン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 入れてって、そっから視聴者の方が選んで注文してくれるんだけど、まあ、ちょっとある方を使うと、欲しいものリストって俺がリストに入れてないものも送れるんだよね、まあ、結構簡単に送れるんだけど、で多分これ多分こんなでっかいもの俺入れてないから、リストに多分これ視聴者の人が多分自分で選んでなんか送りつけてきたもんなんじゃないかなと思って、うん、俺日用品しか入れてないのよ、欲しいものリストにティッシュとかトイレットペーパーとか、うん、マスクとか水とかお米とか、なぜかというと欲しいものがないからね、相反矛盾してんだけど、欲しいものリスト公開してるのに欲しいものがないっていうふざけたことを流して、ぶち切れた人いるかもしれないけど、すまんね、俺物欲がないから、生きていくために、ね、必要なもの以外ね、
いらないから、余計な、余計なものはいらない人間だから。だからこれ何かなっていう、じゃあちょっともう長くなっちゃったね。5分間もチンタチンタ言ってたの。まあしょうがないね、それはうちの醍醐味だから。じゃああげますよ。でなんか多分メッセージと か, なんか手紙みたいの入ってるんだよ、あの欲しいものリストって。経験上知ってんだけど、それも読めるやつは読んでいきます。あとあのなんか YouTube の規約上映せそうにない商品は映します。なんかあの18禁とかそういうの送りつけたりとかね。でいくよ。これ送りつけたやつは分かってるんだろうな、分かってると思うけど、お前全部ここにな、あのここに今あるけど紙ペラが入ってるんだけど、あの領収書じゃないけど、なんかアマゾンの、まあ、住所全部バレてるからな、住所も名前も全部あの記載されてるからな、お前、まあ何もしないけど。何これ、密議論道路保安用品三角コーン、なんか手紙みたいなのが入ってねえわ。あ、くっさくさい。寒いことしてくれたね。寒いことしてくれた。ただちょっとこれ使えるかもしれない、あの真面目な話。ちょっとこれあの家のことでプライベートのというか、なんか使えるかもしれない、ありがとうございます。一発目から反応に困る、あれやめてほしいんだけど。ということで、あのあれ多分本名っぽい、多分本名でマジの住所だと思うから、まあ言わないけど、まあ送った方、分かってんだろうな。ありがとうございます。よし、多分これ以外は多分俺が入れたものだと思うんだよ。ちゃんと俺がリストに入れといたものだと思うんだけど、じゃあどうしよう。まあとりあえずじゃあ近くにあったからこれ行くか。よし、ですね、あ、これ名前読んでいいのかな、これ。あ、やめた方がいいか、これ。あのね、ここにね、あの名前が書いてあるんだけど、ここに言わない方がいいのかな、まあ、名字だけならいいのかな、わかん、やめとこうか。まあ、名字、イニシャル、K さん、K島さん。あら、俺が入れたリステリンだ。リステリンいつも使ってる、あれと、あ、マスクだね。マスク、このコロナ禍での最重要商品、マスク、ありがとうございます。で、あ、メッセージ、んこれ、ん、あ、え、あ、これ本名とこのここに書いてある、これ読んでいいのか、悩むな。まあいいや、メッセージだけとりあえず読むか、なんか悩むか。コロナ対策お願いしやーす。寒い寒いね、メッセージ。ありがとうございます。しっかりとさせていただきます。いや、いいね。なんか、嬉しい。本当に嬉しい。はい、次。送り主、ケーステさん。はい。ね、何が入ってるんですかね。多分まあ普通のもんだと思うけど。お、何これ、ラッピングされてんじゃん。お、粋なことするね。じゃあ開けますか。
これも僕が入れたやつだね。春北海道、春北海道、30個入り。助かるわ助かるわこの季節で。これなんか入ってんのかな、これなんか手紙みたいなのあるけど。お、動画投稿お疲れ様です。気持ち悪いファンの一人として送らせていただきます。気持ち悪いがないよ、ね、立派なね、立派な一人の人間だよ、最高で。ああここに入ってるのも同じメッセージね。ほんほんほん、これこれ、最高。視聴者名義につけるとはこのことですね。じゃあ次、あどうしよう、次ちょっとこれ言っていい、これもね、あ違う、これもね、なんかおかしいのよ、これだけなんか袋がおかしいのよ、アマゾンって書いてないから。でなおかつ名前がねおかしいのよ、送り主の名前がね、これ なんかこれ支援支援で、なんかこれ何この名前、まあ言わないけど、なんか俺が分かんない、その普通の本名だから、なんか名前の最後になんかやりちんとか書いてある、なんか謎です。ちょっと読まない方が良さそうだ、なんかちょっとおかしい、おかしいあれです。いただきます。え、なんだよ、普通じゃん、な名前おかしいけど、めっちゃ普通なもん入ってたぞ。これね、トイレクリーナーです。クイックルキラキラトイレクリーナー、これ俺入れたやつだ、ありがとうございます。なんか入ってるな。お、送り主送り主の名前普通だな、送り主青ハゲさん、ふけまみれの捨てあげさんも好きだけど、お風呂毎日入ってください。もし動画で紹介するとき、青いさあインキャラッショって言ってください、お願いします。青いさあインキャラッショ、ちょっと青いさあインキャラッショ、こんな感じが、やっぱブランクあるからちょっとね、うまくいかなかった、はい。青萩さんありがとうございます。なんとも言えない気持ちになった。で、じゃあもう行きますか、どんどん。ルキナさん、ルキナさん、なんかようやくまともな名前というか、普通のなんかペンネームみたいな人、ルキナさん、よいしょ。何これ、あこれあれキッチンペーパーだな、これキッチンペーパーやな、うん、キッチンペーパー、ありがとうございますてかさ、思ったんだけどさ、このこういう多分こういうのって、さっきのマスクとか国会ルとかもそうだけど、多分500円とか1000円もしないんだよ確か。でそういうのって送料かかるはずなんだよな多分。あ、プライム入ってたら分かんないけど、下手したら送料の方がかかるかもしれないのに、でも すいませんね、はい。あ何これ、ギフト、何このシンプルな、シンプルなあれは、ギフトをお楽しみください、ルキナ、うん、なんか何も書いてこないと初めてだ、うん、ちゃんとあのメッセージ入ってますよっていうのをね、証拠として見せるわ、ちゃんと入ってるから、ね、うん、ね、これもちょっと見せとくか、ちゃんとだから俺がさ、妄想で虚言でなんかメッセージ読んでんじゃないかって思われて嫌だから、これね、これ見せるのもどうかと思うけど、これね、うん、次この薄っぺらいペラペラ、僕の人生のようにペラペラな、はい、あこれ書いてねえな、送り主、多分なんかね、多分同じ人がね何個か送ってくれてる場合、多分なんか1個の箱にしか送り主、おお来た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 来
来た来たね、クリニカ、クリニカ2個入り歯磨き粉来た来た、これ大事よ、ありがとうございます。誰が送ってくれるのか分かんないけど、まず多分誰かでしょう、ルキナさんか分かんない、多分なんか俺一回その個人情報入ってるから全部こう中途半端に剥がしたりしてんだけど、こういうふうにビリビリ皮けけあ言わない方がいいか、言わない方がいいか、まあ、多分あの人かな、あの人というか、まあ、分かんねえ。はい、じゃあこれは、あこれもなんかねえわ、多分誰か同じ人だ。おなんだよなんだよ、かぶっちゃやようじゃん。はい、これもキッチンペーパー、助かる助かる。この人、送り主、イニシャル KK かな、 KK 名字 K 名前 K、ギフトをお楽しみください、はい、ありがとうございます KK さん、はい、ちゃんとね見てますから、皆さんの、ね、思いっていうのはね Amazon を通じて私けどね血肉となって伝わってます。よし、じゃあどんどんというか、これちょっとこれもほんとペラペラね、これ封筒サイズのやつも届くんだけど、ポストとかによく入ってるの、これ多分俺の予想アマゾンギフト、最強の最強、最も最強のプレゼント。ちなみにこれもルッキナさんです。 ルッキナさんありがとうね。あぶらけて何も見えねえじゃない、開けたーい、多分アマゾンギフトなんだよな、え、違う、何これ何これ、違う、まあ俺が入れた商品なんだけど、ああフロス、糸ようじですよ、歯と歯の間にこうギコギコってやる歯ブラシ、まあ、あれなんか手紙入ってる、何これ、はい、次、ゆうまくん、ひらがなでゆうまくん、ありがとうね、キッズの子かな、お母さんに、ね、送ってもらったのかな。ゆうまくんもね、このペラペラです。次こそアマゾンギフトな気がするんだけどな。よし、助かる、この中入ってる。ちょっと待って、なんかすげえ、送り主、これ本名っぽいから読まないな全然言うまでもなんでもないんだけど、まあいいや、2019年あたりから見てますが、自転車シリーズまたやってほしいです。今僕は17歳ですが、捨て上げさんのような人になりたいです。いつかにもします本当に本当にキッズやん、本当にお母さんにさ、やってもらったんじゃないの。だって欲しいものリストってさ、クレジットカードしか送れなかったっけ。いや、アマゾンギフトポイントとか送れるのかも分かんないけど、ありがとう、お母さんにもよろしく。で、長いな、ちょっとこんな長くなると思わなかったな。これ今日にして正解だな。明日、多分もしかしたら来るかもしれないから、ちょっと分けてやった方がいいな。これでですね、送り主、神からの授け物さん、ありがとうございます。ね、なんだ、どんな物が送られてきたんだ、これでクソみたいなもんだったら、もう、ぶち切れよ。はい、オープン。おー
トイレマジックリンやね。トイレマジックリン。匂いがやばいな。こんな匂いするんだ。すでになんか洗剤の匂いがする。おぐり主、神。神からの授け物です。ありがとうございます。ありがとうございます。違うわ、やっぱ。あ、ちょっと。ちょっと、証拠。証拠。なんだ今の、なんだ今の尺。え、どんどん行くよ。どんどん行くよ。おぐり主、本名っぽいなこれ。N、え、イニシャル N、N、S、まあ、まあちょっと、ここの名前あんま関係ないもんな。よし。何が出るかな、何が出るかな。お、何これ。何これ。音で。なんだこれ。なんだこれ。おぐり主、八丈島の捨て汁さん、留学中トイレに紙がなく奮闘してた時に捨て上げさんの動画を初めて見ました。おかげでお手手で拭く勇気が出ました。お礼の紙です。これで尻でも拭いてください。八丈島の捨て汁さん、ありがとうございます。八丈島にもね、視聴者がいるんだね。もう全世界制服じゃん、もう。もう世界制服も近いな。はい、これちょっと名前書いてないんですけど、まあ多分誰か同じ人。ティッシュ大量に5セット、うん、1、2、3、4、5個がかける5、25個ティッシュ。助かる、助かる。はい、で、はい、もうラスト近いよ。はい、キッズの子たちも飽きてきたんだけど、近いよ、もう。次ですね。なんだ？これも多分同じ人かな。ちょっと待って、ティッシュの中になんか、メッセージ入ってないの？入ってない、臭いな。臭いな、まあいいや、誰か同じ人でしょ。さあ最後なんだ。おおおネピネピダブルトイレットペーパー大量にあるです。あー、書いてないね、送ってくれた人。はい、でまあこれが本当の最後かな。これ水です。水をね、2ケース送ってくださいました。まあ、ちょっとね、ごめん、これはもうね、俺1日3、4本飲むから、この500ミリの水もうちょっとさっさと開けてね、飲んじゃってた。ありがとうございます、本当に。これ誰なんだろう、これ書いてあるのかな、この送り所在中っていうところに書いてないかな。
書いてはギフトをお楽しみください。アッサンありがとうございます。ということでね、はい、もう全部紹介し終わったな。本当にありがとうございます。ちょっと雑にね、ポンポン、長くなっちゃったらあれだから、雑にポンポン紹介してて申し訳ない。本当にありがとうございます。まさかね、まさかこんな今のね、本当に終わってる自分にね、こんないっぱい送ってくれると思いませんでした。本当ね、持つべきものはね、視聴者だなっていう。本当いつもね、舐めたこと言ってますけど、本当にね、ちょっと頑張っていかなきゃいけないなっていう。本当に。またね、消えかけてた炎を、また振りいただいてくれた。本当に感謝します。ということで、本当に一つ残らずに有益にね使わせていただきます。本当にで、まあ、もしかしたらに明日25日にね、もしかしたらまたなんか届くかもしれないですけど、それは冒頭見た通り来年1月、まあ、お年玉みたいな、捨てちゃんにお年玉を送ろう企画ということで、この動画見てね、私も僕も捨て上げさんに送ってみようと思ったら、お待ちしております。いつでも下に URL 貼っておきます、欲しいものリスト。本当に信じるものは救われるから、人にいいことをねしたら自分に必ず返ってくるから、捨て上げさんにね贈り物をしていいことをしたらいつか必ず自分に返ってくるから、騙されたと思って、ね、やってみて、信じるものは救われるから、ということで、いつでもお待ちしております。でお年玉企画ということでね、これからも待ってるけど、いつでも待ってるんで、本当なかなかとね、定期的に物が届くようであれば定期的に紹介します、物を、という感じで、別に欲しいものリストに入ってるものじゃなくてもいいです。正直送ってくれても、変なものは紹介しないよ。だから個人的に腹立つ頭にキャンプはね紹介しないけど、しメッセージもね呼ばないけど、なんかユーモアあるね、面白いもの、邪魔なものとかは困るけど、面白いもの送ってくれれば、まあ、物によって紹介しますんで、まあ、期待されちゃ困るけど、我こそはと、私こそは使われたいっていう方、この唯一心捨て上げをお持ちしておりますんで、メリークリスマス。